はい、皆様お待たせいたしました。ニーヤオートマタやっていきましょう。ごきげんよう、ライデンです。さて、何をしたらいいんだっけ、忘れてしまったあ、そうだ、あそこに帰りましょうって話でしたね。ただ、帰らずに一旦ミッションをやっていきましょう。デッドオフテクですねレシピ本を探して動物の薬を作るんじゃなかったって、なんかそんなのだったはず。ちょっと椅子の座りが悪い。よくしょ。なんか、まあどのぐらいの年齢層の方に見ていただいてるかちょっとわからないんですけども、いや、布団や枕や椅子やその他体を映ってるものは自分の体に合うものを使った方が。なぜ A2 の情報をパソコンに聞いたの司令部に許可なく機械生命体にアクセスするのは推奨されない。うん、ごめんなさい。でもそういう好奇心旺盛なところは嫌いじゃないよ。確か私たちの敵は機械生命体だから、それを忘れないで。オペレーター6オーより 2B さんへ、定期連絡の時間です。こちら 2B、 問題ない。 2B さん聞いてください。今日花の画像データを見てたんですけど。花？ええ、バンカーに記録されてる少ない資料の中に月の涙っていう花があって、これ髪飾りとかにしたらクールな 2B さんによく似合うと思うんですよね。必要ない。まあまあそう言わずに、おしゃれは女子のたしなみですから。また可愛いものを発見したら 2B さんに報告します。そんな情報必要ない。以上、オペレーター6オーでした。それでは。おい、このゲームなんかそういうゲームだったか。 9S 教えてくれよ。ちょっとさ、頼むからさ。なあ、ちょっとさ、 9S さ、自爆ボタンのどれだっけ。あ、そっか、自爆できない設定してるんだくそ今度呪ってたこと言いやがったらお前吹っ飛ばしてやるからな。いや、覚えとけよだけよ、ほんとにイチャ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 しやがってあれ、なに、敵か。わお、これで衝撃波が飛んでこないので全然何の問題もないです。はい、おしまい。ダウン攻撃力アップ。でも大きな商業施設を作るなんて。旧世界の人類は余裕があったんですね。たくさんの商品を前に買い物できたら楽しいでしょうね。私たちには必要ない。いや、そんなこともないですよ。機械生命体を殲滅させたら僕たち兵士はやることがなくなります。そうしたら平和に暮らす日がきっと来るはずです。そうだ、平和になったら一緒に買い物に行きましょうよ。 2B にお似合いの T シャツとか買ってあげます。 T シャツ？あれ、いらないですか？いや、その日が来たらいつか。ごめん、話途中で聞き入っちゃった。いや別に邪魔しようとかそんなつもりは全くなくて、本当にただ単純にアイテムがあったから拾って、お前ら二人ののろけを頑張って我慢してたんだけど。威嚇しょ。
ちょっと待って、人間の消炎鎮痛薬、エネセスとかは鹿に使うな。どうせ材料集めてこいって話になるんだろ、いい加減にしろよ。ああごめんね、なんか T シャツ買いに行こうとか。でもさ、一つ思ったんだ、兵士だろあなたたちは。戦いがなくなったら一般名称、物事を記録するための動画、新人はメモ必須。新人メモ、文献にあった言葉、意味は不明。そうなんだよな、メモは大事だと思います。何か大事なことを忘れないようにとか、メモは大事なんですけど、逆にそのメモを取ることだけに集中してもダメですよ。ちゃんと説明を聞いてないと。大事なのは説明を聞いてちゃんとできることですから。化粧品、これは一般名称、口紅、人間は自分を美しく装うために、いや美しく笑っちゃった。努力する提案、心理的に使用することによる提言者だか却下。でも使えたりしないかな。アイテム、すべてのアイテム、あ使用するって出ないや。鉛筆や口紅が落ちてるってことは何か使うんかいね。よっしゃ、森の中に行くのどこが違う、森の中にトランスポーテーションできましたっけ。トランスポーテーションじゃない、テレポーテーションしようか。まあいいか、どっかに武器があるんだろうな。今まで行ったところで多分見当てた、おそらく砂漠にはあると思うんですよね。で、どこに行くんだって。森の前。森林地帯、森の城。どういう感じだったっけ、ちょっと位置関係が。間違いないですね。どうせ動物多いな。はい。多分どっかにアイテム。うっと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 。ほっとこ。なんかパーツを与えて自我を与えたみたいな。って言ってましたよね。ってことは自我を得るためにはロボットというか機械生命体も何か部品がいるということでしょうか。薬、ありがとう、早速使ってみるよ。喜んでる、めっちゃ薬が効いたみたいだ。今は眠っている。そう、よかった。動物は不思議だよね。うん、わかる。僕たちとは違って簡単に修理できない。そうなんだよ、こんな不便な体じゃかわいそうだ。でもその代わり僕たちと違って温かい。そうだな、そうだ、薬のお礼をしなきゃ。これを持って行って。おお、高級の入袋って何？重費300、600。また来てね、みんな待ってるよ。また来ることになりそうですね。高級の入袋って何一体？重要アイテム。動物にいつでも乗れるようになる。へえ。
いや、ちょっと今、ちょっとふと思ったんですけど、ここに15X で素敵な BGM が聴けるようになる全5種あるサウンドトラックの第1集って書いてあるんですけど、僕、ニューオートマタのサウンドトラック買っちゃいました。いや、あまりにハマりすぎて、ちょっと久しぶりになんかゲームにハマっちゃったんで、で、なんか結構曲がいいっていうか、BGM をこんなに久々に聴くゲームとは思わなかったんで、なんか、すごいいい感じだったんで、買っちゃいました。あれ、いけない。BGM、サントラとか言ってる場合じゃない。敵多いなぁ。わーお。なるべく迂回していきたい。撃ち。走れ。あ、違う、それは違う。それは過激なんでしたね。なんか卵を通じてもらうんですけど、孵化するんでしょうか。あれ、一番近いポストに帰ろうとしたんですけど、どこだ一番近い。あれ、一番近いスポットどこ？ああ、その先か。いや、今マップを見ながら、この円の中に入ってればどうもセーブできるようになるみたいで、乗れる？お前さん乗れるんだ。へえ。そんでもってと、はい。ビッグセーブ、弾ついてさ、どこで転送した？なんか、やってないクエストありましたっけ？あんまり本編がどこどこ進んじゃうのは、個人的にはあんまり好きではないというか、でもいや、なんと、おそらくご覧になってる方々は早く本編進めろよと、多くの方は思ってると思うんですけども、パレードの場合はちょっと無理だな。そこに行きたいな。着火せの点数。工場入り口。今結構行けないところもあるんですよね。あ、巨大ロボの調査新しいの出てる。これに行くためには、ハード都市中央に出るのが良さそうですね。そしたら両方行けます。あれ、ナイスどこ行った？ナイスが先に行ったか。ヘッドホンのアダプターが落下してる。撃たれてるし、普通に。経験値の足しにもなりませんね。まずは、なんか買い物できるんでしょう、道具屋さんって。上だな。期間限定で現れるんでしょうかね。なんか移動してない？ふらついてる。この先に。なんかいる。あ、なんかいるぞ。まだ、まずお前を倒してから。推奨。ボンド射撃による強制変身。いたたたたたた。この顔見たことある。あなたは先日の。
この前は驚いて逃げてしまいすみませんでした。そうかそうか、君はそういうやつだったんだね。見ての通りショップを営んでいます。よければ何か買っていきますか。何があるの、購入。おお、へえ、オートアイテム安いな。なんかすげえ景気いい音楽が挑発。カウンターがわからないな。再起動 15% の確率、オーバークロック。ジャスト開始後3秒間世界が、コスト高すぎだろ。リベンジ、ダメージ吸収。金はあるんで、長距離派プラス3。あー、まあまあ買っておきましょうか。あ、測定ゲージプラス、あ、でも持ってるな。ドロッププラス3。コスト高すぎでしょ。まあこんなもんでいいかな。あ、また安いチップで持ってるのを組み合わせられるように変える。弾攻撃力アップ、こういう時じゃないとお金使わないからな。マネや聞いてない。地下の奥深く、その後方向深くに暮らしいつでも遊びに行ってくださいね。なんだ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 、どこにいるって。いらっしゃいませ、ありがとうございます。また多分どっかで会えるでしょう。ここで立てませんよ、ちょっとお金がなくなっちゃった。よっしゃ、で話しかけに行こうかな。スピードスターはちょっと 今はそういう気分ではないので。あ、待った、これ直上があれですよね、あのなんてロボ道場ですよね。ちょっとロボ道場行きましょうか。おお、なんか足生えてる。セーブしとこう。気持ち悪い。クエストかよ。いやいや。わ、すげえな、お前。レベル40っすか。ちょっと待ってよ、チップセット変えます。プログインチップを2番を装備します。うるさい下のやつが。
出て出て出てしまったしまった攻撃力高っ。ちょっと回復を待ちます。早っ。これうざいな。あ、ちょっと武器変わってるわ。変わってないですか。ウェポンの、あ、いいか。下のやつがうるさい。うるさい。あて、さあ、強い強い。すぐ次の攻撃に入られると厄介ですよね。結構手間取ってますね。あー、これうざいうざい。痛い倒れた。危ないんで。すごい機動性上がってますねこいつ。なんかゲームとかでよくありますよね。こうなんかこう道場の師匠みたいなのが現れて、最後まで行くと実はラスボスより強いみたいな。時間かかる。レベル50のわけわからんロボットを倒した後なんで、すごくなんかそれに比べると全然って感じです。あの敵ただでさえ防御力高かったんで。この出体検知と変わりましたっけ。そこまでじゃで終わりじゃなかったですかね。ちょっとまた一応チップと変えとこう。あ、ちょっとこれで、下のやつがうるせえ。下のやつがうるさすぎる。やべ、さあ、まいったやられた。ここまでじゃ。はい、で次は何が欲しいの。
お話が早くて助かるな。何癖つけられないように予防を聞いていた方が少しはマシだから。およくできたアンドレージャー。では今度は銀行に新品のように壊れたバッテリーをお願いできるかな。ちょっと待って、前回より増えてない。ガーピッピ壊れたふり探しに行くか。よし、行こう行こう。アイテムを持ってきたけど渡さない。では、はいはい、了解です。一応、あ、黒火なんだ。一応これで受け取った方、受け取るっていうかやった方がアイテム手に入るんでね。僕自身必要なんで。どうした？あ、出ないかな。アイテム持ってるか出ないか、渡した方が早いか。下のやつがクソうるせえんだけど。渡した方が早いか。新品のやつでも1本しか持ってないと思う。お壊れたバッテリーあげたら壊れたバッテリー3つくれました。黒火が完了。で、あ、やっと静かになった。本当にもう勘弁して。ああいうのもなんかああいう曲みたい、曲っていうかなんかよくわからないのも、なんかずっとこうひたすらループでかかってたり、なんかすごくこの虚無感が強い中で聞くとなんか怖いですよね。言いたいことわかるし、いるから、言いたいことわかってもらえるかな。すいません、ちょっと最近の動画で咳払いが多いと思うんですけど、ちょっとあまり体調が良くないというか、鼻炎気味というか、風邪気味というか、まあ、というわけでお話聞きましょうかね。いや、この前はどうも、調子はどう？ぼちぼちという感じか、変わったことは。暇なので人類の言葉の、人類の記録を読んでいた。で、質問がある。質問？夜とは何か？夜。ああ、向こう昔になって環境変化ですね。記録に残っています。今は一日中太陽が出てますが、昔は一日の半分は空が暗かったんですよ。バンカーから見る景色に似てたそうです。そうなんだ。星、いつか見てみたいものだ。少々疲れたら眠ることにする。ほう。終わりました。またまあまあまあ、うるさいな、お前は。で、そしたら、どこに行けばいいんだ。レジスタンスキャンプに行けばいいかな。じゃあ写真を私に行きましょうかね。お、もう今出てたんですけど、レベル30が近いですね。あっという間だな、本当に。あ、この人だ。メールが来た。アクセスポイントからメール受信の連絡。森林エリアの滝だったんだ。ここは迷子になって迷い込んだ気がする。どうやって行ったんだっけ。全部思い出した。この写真は私の恋人からのデータ。8年前の戦闘、彼と私は機械生命体に囲まれて救助した。俺はあんなとこ入ったら囲まれるだろ。彼は死に、私も記憶を失った。これは戦闘の中で最後に、私、彼が最後に残してくれたんです。ちょ。ありがとう。思い出せてよかった。これ、少ないけど俺ね。おお、なんかいろいろもらったぞ。チップ、チャージアタックプラスさん。写真が完了しました。いや、私も死のうかと思ったけど。このデータが私に生き残れっていうの。でも彼のいない世界に何の意味があるの。生きてる意味って行こうないやつ。写真が更新されました。なんか見えるきたな。オペレーター特別報酬。もうなんか来た。単純の曲。アクセスポイントの証拠を使わせました。いつも無理って言ってました。特別報酬されました。はい、ありがとうございます。サーバー容量についてサーバーの容量を逼迫する状態です。メインファルダ静止、フリーデータ捨て、
任務に必要なそうなファイルを保管するタイムを何秒かやる。そして出たローカルを落とせないようにしてください。